ごきげんよう、まちづきひまりだよ。今回はタイムスリップしていくね。こうさぎちゃんたちには押し入れの中を見せたことがなかったと思うんだけど、実はこの中にはタイムマシンがあります。まあ企業秘密だからタイムマシンをこうさぎちゃんに見せてあげることはできないんだけど、今回は今から5ヶ月前、ユニちゃんの事務所に所属したり、600万円溶かしを告白して再生数を伸ばしたりする前、600万円溶かし中のひまりの姿を見に行ってみよう。ごきげんよう、望月ひまりちゃん。望月ひまりだよ。様子を見るに頭を揺らすだけの動画の撮影中かな。ちょっと企画が思考停止気味だった頃だよね。待って待って待って、一回カメラ止める。カクカクシカジカ、押し入れの中、カクカクシカジカ、タイムスリップ。ひまりがタイムスリップしてきたのはわかるんだけど、6月からやってきたって証拠はあるの？6月のひまりしか知らないことを教えてよ。夏コミ中止になったよ。え、あとオリンピックも中止になった。延期って言ってるけど。なんで？未知のウイルス的な。まあ1月の頃は話題になるかならないかだったもんね。6月の日本はマジでやばいから。ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンは閉まっちゃうし、8時になったら飲食店は開かず、しかもちょっとでも営業しているお店があると、なんでお前は営業しているんだ、このご時世にありえないだろうみたいな感じで袋叩きに遭っちゃったりとか、他県ナンバーの車があると、もうそこには人という人が集まって袋叩きに遭って、まるでパンデミックがあった後のバイオハザードの世界のような感じになっちゃう。あとひまりちゃんも大変なことになるよ。今話してるひまりちゃんはちょうど活動3ヶ月目。ビジュアルの力を過信してうさ耳が揺れる動画を撮ったり、顔や体を映したり、また顔を映したり、現在進行形で広告費を溶かしたりしてると思うけど、かなり無駄に消えるよ。それはそのウイルスの影響で。いや、ウイルス関係なく、ひまりはダメだったけど、ウイルス関係なくダメなんだ。あと鬼滅の刃完結したよ。ひまりは4月から事務所所属になって路線を転換、もっと自分を出した方がいいよってことで、600万円の広告費を無駄に溶かしたことを告白したり、エロゲを朗読して伸びたり、あとエロゲ業界から注目を集めたりするのね。だからここでひまりちゃんにお金が溶かすことを途中でやめられたりされたら困るっていうか。じゃあなんでわざわざタイムスリップしてきたの？やっぱりショックだったから覚悟をしてもらおうと思って。あのね、ひまり、人間の幸福っていうのは覚悟だと思うのね。もし仮に明日世界が滅びるとして、世界が滅びることを知りながら最後の一日を過ごすか、世界が滅びることを知らないまま最後の一日を過ごすかなら、世界が滅びることを知っておいた方がいいと思うよ。覚悟を持ってその時を迎えることができるから。ひまり、半年間でプチ神父みたいな感じになったの？ということで、未来のひまりのためにもお金を溶かし続ける失敗は続けておいてほしいんだけど、未来のひまりは溶かしたお金のことを思い出して慟哭したりするから、覚悟はしておいてほしいのね。うわー、その溶けてる真っ最中の600万円を別のことに使って他の路線を探るみたいなのは、やっぱり600万溶かしたキャラとして認知されてるところあるから。ひまり、だから600万溶かしたが130万溶かしたくらいになったら、ちょっとキャラが薄れると思うのね。かなりやらかいしたらしくじり先生に出演できるけど、ちょっと失敗のややこけ先生くらいだとテレビ番組にならないっていうか。だからひまりちゃんにはあと数ヶ月、あんまり何も考えてないような企画で動画出したり、無意味にお金を溶かしたりして再生数を水増ししてもらいたいっていうか。怖い。ひまり頑張ってるのに。わかる、わかるよ。年末年始のひまりは活動2、3ヶ月ぐらいでキャラ付けに必死だった。ひまりよ、今回はひまりのことを紹介していこうね。とか普段そんな喋り方しないし、頑張ってたな、ひまりちゃんは。それじゃ覚悟を持って半年間頑張ってね。これで過去が変わって今が変わったはず。
り覚悟なんかしない方が良かったわ。タイムスリップで過去変えたの元に戻そう。ごきげんよう、望月ひまりさん。望月ひまりだよ。驚かせてごめんね、望月ひまりちゃん。望月ひまりだよ。撮影頑張ってね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。人間の幸福には覚悟が必要。そう思ってたひまりだけど、覚悟できることとできないことがあるみたい。コウサギちゃんたちの未来にもいろんなことがあると思うけど、たまには目をそらしたりして頑張ってね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。してね。よろしく。して。